岸田政権が人々の健康と命をを危険にさらすすなエネルギー政政策を進めています岸田政権は10日、原発の新規建設や60年を超える運転を認めることを盛り込んだグリーントランスフォーメーション実現に向けた基本方針を閣議決定した。東京電力福島第一原発事故以降の原発政策の転換が正式な政府方針となった。通常国会に関連法案を提出する。 このように岸田政権は原子力発電に回帰する政策を正式に閣議決定しました。2011年3月11日に起こった福島第一原子力発電所の事故により、多くの福島県民は故郷を追われ、日本の海や大気や土地が放射性物質によって汚染された上、放射性廃棄物も大量に出てくるなど悲惨な状態になったわけですが、福島の事故から私たちは一体何を学んだのでしょうか。2011年の当時は、 民主党政権でしたので、当時のカンナオト首相や枝野官房長官をはじめとする閣僚の皆さんは必死に頑張っていたと思いますが、現在政権を握っているのは長年日本をめちゃくちゃにする政治を展開してきた自由民主党です。地震大国日本で、しかも今度は自民党政権下でもう一回原罰事故が起こったらどう,、ね、どうなってしまうのでしょうか。日本が取り返しもつかないような状態になるのではないかと非常に強い不安感を覚えます。で グリーントランスフォーメーションと題していることからわかる通り、今回の閣議決定で岸田政権は地球温暖化対策の名目で原子力発電を推進しています。確かに地球温暖化対策という観点で言うと、原子力発電は火力発電よりもマシであると言えなくもないとはいえ、まあ、温暖化だけではなく、 その環境保全というより広い視点から見ると、原子力発電もあまりにもお粗末な発電方法であると言わさらを得ません。まず、原発はウラン燃料が核分裂することによって動いていて、電気が作られるその瞬間には二酸化炭素が出ないというのは事実です。しかし、そのウランを 採掘、生成、加工する過程などでは、二酸化炭素が発生します。さらに、原子力発電によって、生成された、ね、熱のうち、三分の一くらいは、実際に電気として使えるわけですが、残りの三分の二は、温排水として、海に捨てられます。この温排水は、原発に取り込んだ時点での海水の温度より、7から10度ほど高い温度になって、また、化学物質や放射能が含まれた状態で、 海に放出されます。この温水廃は、その原発の周辺の生態系に対して悪影響を与えかねません。以上のことにより、原子力発電は全く環境に優しい発電方法ではない、と言わざるを得ません。太陽光発電、地熱発電、水力発電など、地球に優しい再生可能エネルギーを推進することこそ、地球温暖化や環境破壊を 阻止するために今、緊急に求められていることであるにもかかわらず、2011年3月11日に起こった悲劇を忘れたかのように、原子力発電を推進する岸田政権は今後同断です。先日、麻生太郎氏が原発での死亡事故はないという暴言を吐いたということは、先日の動画でも取り上げた通りですが、 自由民主党の政治家には原発の危険性を過小評価している人たちが非常に多いとしか言いようがありません。一刻も早く政権交代を実現させて原発のない社会を実現し再生可能エネルギーを中心としたエネルギー政策で地球温暖化を阻止したいと心から思います。この動画は以上となります。高評価を押していただけると励みになります。チャンネル登録もまだの方はぜひしていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。